皆さんこんばんは。土浦ぶらり街歩きの時間です。司会を務めさせていただきます、キララちゃんバスでおなじみの NPO 法人まちづくり活性化土浦、金沢敦子です。よろしくお願いいたします。この番組では土浦の街をぶらりと歩きながら、魅力的なスポットや土浦で活躍されている方々を紹介していきます。まずはじめに街の話題をお知らせします。朝晩の肌寒さも日に日に増してきて、冬が近づいてきているのを感じますね。土浦の冬といえば、市内2カ所で楽しめるイルミネーションです。1つ目は光が作るアート、第8回水郷桜イルミネーション。11月16日土曜日から2020年2月16日日曜日まで、霞ヶ浦総合公園オランダ型風車前広場で開催されます。2つ目は巨大なツリーがシンボルの土浦ウィンターフェスティバル。今年は11月21日木曜日から2020年1月31日金曜日まで、土浦駅周辺で開催されます。土浦の冬の風物詩、どちらのイルミネーションもとっても綺麗ですので、ぜひご覧ください。また水郷桜イルミネーションの会場へはキララちゃんバスが大変便利ですよ。ぜひご利用ください。さて、新元号最初の今年度は土浦ブランドをテーマにお届けしています。番組を初めてご覧いただく方のために、土浦ブランドとは何かご紹介します。土浦ブランドとは、土浦の恵みが人を結び、町のにぎわいが土浦を豊かにするをコンセプトに、3つの分類で認定された土浦市産の農林水産物やその加工品に関せられるブランドで、その品の魅力を市内外に PR することで、土浦のブランド力の向上を目指しています。現在こちらの32品が認定を受けています。詳しくはこちらのパンフレットや市の公式ホームページをご覧ください。さあ、11回目となる今回は、第1期土浦ブランド認定品、幻の飯村牛ビーフシチューカレーと、第3期土浦ブランド認定品、レストラン中台の土浦レンコン福神漬けを販売されているレストラン中台さんを、土浦市イメージキャラクターの土丸が訪ねました。それではどうぞ。今回土丸は土浦駅西口にいるみたいですね。本日お伺いするレストラン中台さんは、ここから徒歩で約10分のところにあります。今回は少し時間をかけて桜川堤をお散歩しながら行くそうです。それでは早速行ってみましょう。土浦駅西口を出て、国道125号を桜川方面に歩きます。現在は桜町1丁目となっているこの辺りは、かつて敷島町と呼ばれていました。他に朝日町、匂い町、小桜町という町名もあり、これら町名は元織宣長が歌った敷島の大和心を人とはば、朝日に匂う山桜花という歌を元に付けられたと言われています。さて、桜川ですが、川の左岸の堤は歩行者自転車の専用道路になっていて、散策に最適。少し歩くと歩行者自転車原動機付き自転車のみが通行できる匂い橋があります。ここはドラマや映画のロケ地としても知られています。匂い橋は渡らずに土手を降りてまっすぐ歩くと、左側に洋風レンガの外観がおしゃれな中台さんのお店があります。土丸、早速お店の中に入ってみましょう。こんにちは。土丸、ようこそ。本日
お店と土浦ブランド認定品をご紹介いただきます。レストラン中台3代目オーナーシェフ中台義弘さんと3代目おかみの中台理香さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。土丸、早速土浦ブランドに認定された商品をご紹介いただきましょう。こちらが幻の飯村牛のビーフシチューカレーです。こちらは、土浦の C1 グランプリで6度の優勝をした、一品です。こちら、最高級の土浦市産の飯村牛、黒毛和牛というブランド肉を使ってます。それをじっくり煮込んで、自家製のスパイスと一緒にブレンドした、スパイシーなカレーに仕上がっております。ちまる、美味しそうでしょう。食べてみる？ちまる、この商品がレストラン中台の土浦レンコン福神漬けだよ。この福神漬けは当店のカレーに合うようにレンコン、土浦産のレンコンをたっぷり入れて開発されたんだよ。土丸、中台さんに幻の飯村牛ビーフシチューカレーとレストラン中台の土浦レンコン福神漬けの開発秘話や商品に込めた思いを聞いてみましょう。当店のカレーを全国の方に食べていただきたいので、こういうふうな形でレトルト化しました。それに付随して、インターネットで売るための商品として一緒にギフトとして福神漬け、レンコンの福神漬けも開発しました。このカレーの中にもたくさんレンコンも入ってますが、より一層レンコンを味わってもらいたく、全国に発信したいのでレンコンの福神漬けとセットでインターネットで販売する予定でいます。創業から80年、レストラン中台は土浦を代表する洋食店の一つです。親子3代にわたって培われた洋食の技で地元の特産品レンコンや飯村牛の美味しさを全国に広めようという中台さんの土浦愛がひしひしと伝わってくる商品ですね。さあ、CM の後は幻の飯村牛ビーフシチューカレーとレストラン中台の土浦レンコン福神漬けを試食させていただきます。私たち織本工業はゼロからの設計、アフターサービスまで自社一貫体制でお引き受けいたします。企業はもとよりお客様一人一人のプランに沿ったご提案をいたします。安心できる豊かな暮らしを、株式会社織本工業。ホテルグリーンコアは土浦駅東口より3分の好立地で無料駐車場完備、宴会利用 OK の会議室もご用意しております。お客様の最高のおもてなしを目指して、ホテルグリーンコアでは自発的に仕事に取り組む社員を増やし、お客様との心の絆を深め、心と心を大切にいたします。めんどころベーヤンではお客様の好みに合わせラーメンを堪能してもらえるよう豊富なメニューをご用意しております。その中でも絶品なのが昔ながらの中華そば。様々なイベントにも屋台として出店しております。
いつまでも変わらない至極の味、麺どころベーアン。手が作られなくなった庭木の手入れや草刈り、ハウスクリーニング、リフォーム、いらなくなったものの撤去回収もお任せください。ご家庭の困った、助けて、どうしよう、何でもお手伝いします。染谷生活支援部フリーダイヤル 0120-335-369 へ、まずはお気軽にお電話ください。土浦ブランド認定品試食タイムということで、土丸早速試食させていただきましょう。カレーと福神漬けが合うので一緒にどうぞ。土丸、お味はどうですか？さて土丸、中台さんに土浦のおすすめぶらりスポットを聞いてみましょう。お店の近くにある桜川で、子供の頃、桜川でよくワカサギ釣りとかタナゴとかフナとか、それとザリガニもたくさんいて取って遊んでました。とても懐かしい思い出ばかりです。中台さんが子どもの頃に釣りをした桜川、春の桜の時期には堤の上の満開の桜並木と斜面に咲く菜の花がピンクと黄色の帯となって、とても春らしい風景となります。また夕日が美しい日には川面がピンク色に染まり、一日の疲れが癒されるような絶景が見られますよ。中台さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てね。新聞っていうのは、人それぞれやっぱ読み方があるんですね。ただそれをじゃあお客さんが見つけられてるのかっていうと、なかなか見つけられてなかったりするんですよ。何か自分の気持ちが一個でも変わった瞬間に、あ、もうそれも新聞の読んだことになってるんですよ。考える大切さを伝えるというのが僕らのミッションだと思っています。お腹が空いたらここ、いい雰囲気の店内、ローストビーフ丼、もつ煮込み、キーマカレー、ママのご飯召し上がれ。創業65年、お菓子の老舗光月堂では、地元で採れた食材を使った無添加のスイーツを多数揃えております。常連のお客様から観光のお土産品としてまで、地産地消にこだわった地元ブランド認定品、土浦の美味しい魅力をあなたに、光月堂。今回の土浦ぶらり街歩き、いかがでしたか？これからも土浦をぶらりと街歩きして、土浦の魅力をご紹介していきますので、ぜひご覧ください。また土丸と一緒に街歩きをしてくれる土ぶらリストを募集しています。応募先はこちら。ご応募お待ちしております。それでは土浦ぶらり街歩き、次回の放送もお楽しみに。